今回は新型アルトのタイヤ空気圧を調整します。このようにエアーコンプレッサーが最初からついてきます。これは車のバッテリーで動きますが、配線などがちょっと面倒です。そこでモバイルバッテリーで動作させることを考えました。パワーデリバリーを車用シガー電圧に変換するアダプターを使います。現在は扇風機を回しています。使っているモバイルバッテリーは 100W 対応のものです。これにエアーコンプレッサーを接続してみます。ピクリとも動きません。こちらのエアーコンプレッサーは 120W 必要なようですが、変換ケーブルでは 45W までしか対応できません。そこでこちらのトリガーデバイスで 20V5A 取り出し、高圧コンバーターで車のバッテリー電圧まで下げることを考えました。トリガーデバイスはジャンパーで、いろんな電圧が取り出せます。こちらの基板は何も設定しないと 20V です。熱収縮チューブで絶縁しますが、ドライヤーではなくライターでやるのがお気に入りです。さらに大きな熱収縮チューブを使って基板の全体を保護します。炙りすぎて火傷には注意しましょう。自作の電圧電流計をつないで動作をチェックします。 20V 出ています。次に高圧コンバーターを組み立てます。出力電圧を調整しています。約 14V に設定します。車のバッテリー電圧は変動しますが、最高で 14V ぐらいになるためです。ではエアーコンプレッサーを動かしてみます。動きました。少なくともこの時点では
実際に空気を入れてみたいと思います。バルブヘッドはねじ込み式のようです。動きません。どうも空気圧がかかった状態では動かないようです。やはり書いてある通り120ワット必要です。パワーデリバリーは使用上100ワットまでです。ここで普通なら諦めるところですが、すでに持っていたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使ってみます。こちらのコントローラーも使用しています。これなら150ワットぐらい出力できるのではできます。このようなポータブル電源が欲しいところですが、高くて買えません。そこで次回は今回の PD コンバーターを利用したポータブル電源を自作したいと思います。このようなブロック図になる予定です。充電はソーラーパネルとパワーデリバリーに対応します。出力はシガーソケットのみに対応します。よろしかったらチャンネル登録お願いします。